こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。スエチャンネルのコウジです。今日は釣りに行けないので、ちょっと釣り具、10個の釣り具屋さんとか寄って、なんかないかなと思って回ってきたんですけど、最近行ってる釣り場で、シーバスが釣れるもんで、ちょっと、いつもはですね、この城を釣って、この城をつけて、泳がして、それで釣ってるんですけど、最近この城が、なんか、いなくなっちゃったんで、こんなルアー、こんな、ちょっと大きめのルアーを買ってきてみたんですけど、この城に似せたら、来るんじゃないかなと思ったけど、結構大きいよね。これで一回やってみようかなと思って、これはちっちゃいかな。そこのポイントはなぜかこの城しか食べないよね。いろいろ試したんやけど、味つけてみたりとか、イワシつけてみたりとかしたけど、全然見向きもせんで、もうこれぐらいのサイズ、まあ、この城サイズのこの城、それの一球を投げ込んだらもう、みんな食いついてくるよね。だけど、今までそこでこの城いっぱい釣れよったけど、そのシーバスがいるせいで、あんま釣れになってしまって、1、2匹しか釣れないよね、今。ちょっとこんなの使ってみようかなと。釣れるかどうかわかんないけど。なあ、ね、雨降りは暇やね。暇やね、雨降りは。また、釣りに行ったら、これで、これを使った釣果の方、動画撮っとこうと思います。釣り行けないときはみんなどうしようかな、雨の日。ねえ。ねえ、まいちゃん。ねえ。うん、やっぱこんな、こう手入れとかしようかな、釣り具の。なんか仕掛け作ってみたりとか。まあ、ということで、また動画撮って紹介します。以上です。